ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。夜になりまして、アスカンタ城です。パバン王。ああ、シセル。FF いたな、4だったかな、シセル。泣き崩れてますね。で、どうすればいいんだ？あ、いた。そうか、あれだ。満月の夜になると、願いを叶うことができるみたいなね、おとぎ話がこの国には伝わってるんですよね。今満月じゃないかな。月は見えませんね。ただね、オディロン委員長が死んだ時、ドルマゲスが去っていった窓の外はね、超満月だったんですよね。だから今もまだ満月の周期だと思うんだ。と考えたら、願いを叶わさせる。うん。叶わさせるって言うと日本語変か。お。もしや、玉座の間で王様とお会いになられたのですか？旅の方、我がアスカンタ王は、今は誰の言葉も耳に入らぬのです。ええ、シセルというのは、2年前に亡くなられた王妃様のお名前です。もし死んだ人に会えるなら、シセル王妃が再び目の前に現れたなら、王様も元気になってくださるのに。そういえば私の祖母が昔たくさんお話をしてくれました。その中にどんな願いも叶える方法があると聞いたような気がするけれど、祖母に会いに行けば簡単にわかるでしょうけれど、私にはお城の仕事が。旅の方、お願いがあります。わかりました、私が会ってきましょう。この城より西、橋のそばの家に住む、ただのおとぎ話かもしれませんが、もしそれが本当なら、私は王様の願いを叶えて差し上げたい。自分で聞きに行きたくても、私にはお城の仕事があります。私の祖母の家はこのアスカンタより西、橋のそばに。通ってきたもんね。私は、お、はい、ということでね、参りましょうか。早速、まだ城の中探索してないんだよね。外は全部しました。で、レシピとかもね、確保しつつ、防具も買って、あとはなんかしたかな？あと、レンネットの粉を買いましたかね。一応袋の中に入れといた。くらいかな。さ、じゃあ参りますか。川沿いの教会。なんで？このタイミングで書き消される理由がわからないな。これ外に出てルーラー打てなかったらすごい辛いんだけど。あー、このイベントがあるからか。うん、えい、なんと主君思いのメイドじゃ。わしは感動したぞ。良い家臣は国の宝。しかもそのメイド、ミーティアと同じ年頃の娘というではないか。なんかデジャブ感が。よし、これは命令じゃ。そのメイドさんの力になってやれ。何？寄り道になるじゃと？そんなもん、お前が急いでパパッと片付ければ問題ないわい。さあ、行くぞ。その優しいメイドさんのために一肌脱ぐのじゃ。はーい。トーデさんはあれですね、自分の娘さんと近いお年頃の女の子にとても優しいですね。娘思いのいいパパだ。あれ？なんかあった？頭。ごめんごめん。多分だけど、この動画撮ってから4、5日後ぐらいに上がってると思うから。めちゃめちゃ時間ラグがあるんだけど、それまで貯めてられるかどうかだな。
願いを叶える昔話なら、川の上流不思議な丘の話。満月の夜一晩あの丘の上でじーっと待ってると不思議な世界への扉が開く。第一山の夜は冷えますし、あんな高い丘の上で夜明かしする者は誰もいない。この家の裏をぐるっと回って川沿いにずっと下ると土手。土手降りてから今度は逆に遡ると洞窟。さあ、じゃあ参りますか。行き方も分かったということで、今多分ね、満月だと思うんでね。満月周期だと思うんで。川降りて、これか。土手降りて、ある降りれるとこ。これか。降りて、でもって洞窟がありますよと。その洞窟が、丘の上に多分繋がってると思うんで、お、新しい敵いますね。ちょっと戦ってみましょうか。せっかくなんで。おぉ、メタルスライムここで出るんだな。お、かわされた。あ、そうそう。あれ?動画内で作ってないよね。ハイブーメラン作っときましたんで。はい。雑魚戦がすごい楽になります。あ、そっち行っちゃった。お、こういう時は逃げないんだよな。1、2、あ、2までいかないか。でもワンチャンあるね。あ、そうか。じゃあいいや、逃げてもらって構わないよ。はいはいはい、むしろ早く逃げてもらいたかった。まさか動画内でレベリングはね、しないからね。あいつまだ戦ってないですよね。花魔同士的な?強そう。ベギラマ撃ってきそう、普通に。ワカメ王子。ワカメ王子か。あ、結構ヒットポイント高いな。あ。全回復された。今食らわした分全部回復された。よし。今、ブーメランつけてるからね、主人公ワンチャンブーメランっていう説もあるな。おほほほ。メタスライム全然いますね。ここら辺も全然レベリングポイントだな。お、また知らないやつが。逃げるな、逃げるな。おー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 おおお。C 名だ。なるほどね。ま、いっか、攻撃で。ここら辺は全然倒せちゃうんですね。かわすね、すごい。D だけよう、ようかわしますね。はい。かわす、代わりにヒットポイントが低い。防御力が低いって仕組みか。ゴールドもいい感じですね。ゴールド貯めるんだったら、ここなら C 名だかもしんないですね。ここまでなら。ただあんまりこの時点で貯める理由がないんだよね。一応お金は足りてると思うんだけど。あと貯める理由があるとすればなんだろうな。あ、まあ、いっぱい死んじゃってとか、オセアーノン戦でなかなか勝てなくて、嘆きの王戦で勝てなくて、ゴールドなくなっちゃったって方はここでゴールドダメしてもいいのかな。おーおー。上の宝箱、取れるかな?回収できるんだっけ?これ、どうなんだっけ?さあ、洞窟入っていきましょう。この洞窟を突破すると、うん、きっと、きっときっと、腐った死体が。一応、これ願いの丘か。自分は地図見てやってるんで、うん、どこに階段があるかとか分かってます。魔導士の杖か。そうなんだよね。ジェシカはね、杖、ククールも杖は行きたいかなとは思ってる。魔法メインなんでね、この二人はね。ククールは通常戦闘も行けるんで、戦士系でもあるんで、それがいいとこなんですけど。でもククールはね、補助系だったんだよね。ただ今回さ、その新キャラ二人が出てくるからな。その新キャラ二人がどういう感じなのかによるんだよね。そこがわかんないからな。なんとも言えないんだけど。
その二人の状況を見た上で、スキル振ってってもいいんだろうけど、ちょっとそれだと時間がかかりすぎるよな。洞窟の中に入っちゃおうかな。入っちゃいます。なんかあるかな。左には、なるほど。モンスタープラス宝箱。500ゴールド。これ戦闘必須だな。逃げれないな。逃げる。オッケー。ゴールドか。いいね。こういう洞窟秘密基地っぽいやつ好きです。上に上がりまーす。そっか、井戸から繋がってたか。明らかに人工的に作られた橋。とりあえず、上に上に進んでいくけど、まだ夜になってないんだよね。あ、でも月出てますね。おお、なんか勝手に夜になった。お、思い出すなぁ。で、もう少し夜が更けてくれないとダメなんで。じゃあ今回はここで終わりましょう。で、夜になったかところからスタートしていきたいと思います。